地が成就していこう。人の情を捨てたかのように苛烈な戦を繰り返す信長を見て、松永久秀は焦り始める。既存の秩序を否定する信長は、己が理想とする世の創出を目指す久秀にとって都合の良い主君だった。しかし信長が天下人の座に近づくにつれ、久秀は自らの理想の世が遠のくのを感じていた。いつ離反すべきか、愛蔵の茶器平雲を眺めつつ久秀が思案していると、そこに一人の男が訪ねてきた。千木山城の戦い。やはり桃地殿は面白き御仁ですな。さて次は何をお話ししましょうか。じゃあ聞くが、あんたの理想ってどんなんだったか。付き合いの長さの割に聞いたことねえと思ってな。私が望むはただ一つ、美しき世の創出です。そのために統制のいびつなる秩序は破壊せねばなりません。統制を形作る醜き因子を全て除き、美しきもので満たされた世が作られしとき、私の悲願は叶うのです。なるほどな、将軍殺しもその一環ってことか。だがよ、その理想を織田の傘下で叶えられるのか。信長様とは、統制の秩序を破壊し天下を一新するという目的こそいつですが、おそらくその先に望む未来は。ならやることは一つじゃねえか。俺も力を貸すぜ。あんたの理想興味深いよ。面白きことを申しますな、桃地殿は。では断らば、ぜひにご協力くだされ。理想のようだ。所詮は独善的なザレ事じゃねえか。まあいい、あんたの熱情をせいぜい利用させてもらうぜ。はい、皆さんこんばんは、ルシファーです。ってことでね、ルシファーがお送りする戦国無双5前回の続きからなんですけどね、ちょっとしばらくちょっと仕事の方が忙しくてね、全然できてなかったんですけども、また今週からね始めていけたらなと思っております。で、選択キャラが久秀のみと、これきつくない？階級19よ。いや、どうなんだろう、なんとかなるのか。いやいや、どうしようかな。ね、半蔵の解説が出ておりますが、ねえ、いや、久秀か。早速、小田が攻め寄せてまいりましたか。いやいや、もう小田が来てるとか以前の問題なんだよね。さて、まずは前線の掃除から始めるとしましょうか。ちょっと今、山城の守りは私にお任せを。父上は織田の撃退にご注力ください。はい、とりあえず三月はなんとかなった。さてと、久秀を助けてやらねえか。手始めに織田勢の陣容を知らせておく。これでなんとかなるんでしょうか。本願寺へ援軍を求めに参ります。一方をお待ちくだされ。いやなんかもう武器でご利用してる。いや、これでもまだ武器、ユニーク武器じゃないんでね、普通に取れる武器をカスタマイズして使ってるんですけども、まあまあレベルが低い割にはなんとかなってるのかなと。ちょっとね、いつもみたいにサクサクは無理だろう。ああ、鹿之助。そなたも先日帰参した雨雲、秀殿に絡みつく異物め、
今すぐ焼き切る。いやいや、ちょっと待って、いろいろ弱い。倒されるのはお前だ、松永久秀。ひとまず敵は押し返せたようですね。本当にやられるのは知ってるんですけど、はい。織田の布陣が示されております。なるほど、織田の兵糧はあの砦で。どこ？兵を出して焼き払いましょう。よく、そこ。援護しろって、どのルートで行くんでしょうか。そこだね、間違いなく。見つかったか。ならば消すまでだ。ああ、ちょうどタイミング良かったのね。織田の忍びが入り込んでいましたか。ああ、そっちから行くのか。異物は消えるが世の定め。子孫地たか。そうね。なんと素晴らしき戦果よ。いやいや、高六兵がやられちゃう。危ない。痛い痛い。物は消えるが世の定め。叶う相手ではなかったか。お見事にござった。いや、もうその後ろが鬱陶しい。越えれない。痛い。しかも雑魚が鬱陶しいな。こっちが救援してほしいわ。いや、ほんとダメ。我が理想へとまた一歩。物は消えるが世の定め。耐えきれん。聞かせてもらう。いや、もうとりあえず一旦無双だ。終わらせましょう。なんか、宝石みたいなのありなの？うまくすりゃ織田を分断できそうだ。何配送してんの？王六兵が敗退しました。すぐに備えの兵を出しなさい。いやいや、もうこっちもだ、こっちもだいぶ危ないって。体力的に消し去りました。叶う相手ではなかったか。なんと素晴らしき戦果よ。寄せましょう。本当に危ないて。もう根本的な体力のなさだよね、これ。これ戦力差がすごい。ああ、我が理想へとまた一歩。ほんとシャレになんないわ。王六兵に伝えなさい。直ちに焼却です。ああ、そう。兵糧を焼かれただろう。久しぶり、小賢しい真似をする。危ない。いよいよ盛り返しているようだ。援軍を要請すべきか。で、次どこ。いたいたいた。ちょっと金橋が上がっただと。敵のこっちだね。信忠が危うい。急ぎ橋を下ろすのだ。で、そうでしょうね。分断はなったようだな。さて、久秀はどう動くかな。橋が上がったのは桃地殿の仕業ですね。こ
この機を逃さず信忠を排除しましょう。いや時間ないよ。素晴らしい。これならばあわよくば信長の首も取れるやもしれませんね。いやそれは無理だ。羽柱を下ろすんだ。それはもう無理だということは分かっているが、抗わないと死んじゃう。松永勢の勢い油断なら。どうあれ信長を討たねば勝てぬ戦。そう、いやそれはそうなんですけど、いやもうこれマジ嫌い。首を狙ってきて、このガード勝手の思い通りにはさせん。だいぶ攻め上げてね。私こそが天下無双の者のふなり。ちょっと邪魔。桃地殿の働き存外役に立ちますね。この戦の間は信用させてもらいましょう。いやマジでずっと惜しいな。ちょっと厄介な増援はこれにて封じました。これで幾分戦いやすくなるでしょう。ちょっと待たんねえ、お前らかな。よいしょ、技がついてない。ちょっとよし、これでちょっと動けるでしょうよ。誰あんた。鬱は消えるが世の定め。これは見事なお手並み。よいしょ。終わらせましょう。炙っていきます。待っていたぞ謀反人め、覚悟せよ。待たれているみたいなんですけども、信長が不在とは一体どこへ姿をくらましたのやら。王領より密書でござる。信長は片岡城に移ったとのこと。ほう、桃地殿が城門を開けてくれるとならば協力のため我らも城へ向かいましょう。城門が開くまでこの場で敵兵を撃ち、城内の目をこちらに引きつけておきましょう。大体ないよ。よいしょ。ああ我が理想へとまた一歩。敵将決勝りました。悔しいな、ここまでか。なんと素晴らしき戦果よ。よいしょ。いやまあ弱い、まあ弱い、まあ弱いし、まあ使いにくい。こういうのはね、ゼニーに任しておきたいところねえ。ほんと隣や久秀が積んじまったな。もう俺らが危険を犯す価値もねえか。何やってんのバカ野郎。つけたはずだが門はまだ開きませんか。桃地殿は何を。松永勢の奴らしつこく攻めてきやがれ。おいらたちで追い払ってやるか。よし口終わった。今こそ市議参上を攻め落とす。なんでこんだけ攻めてたのに攻め返されんのね。いつの間に
しか。ひさひでるであった。能量より伝言でござった。門は開かぬが運を祈るとのこと。やはりお持ち殿は心変わりはとはね。ここまで来て引き下がるなどできません。よいしょ、危ない。さてと、あとは知ったこっちゃねえ。戦が終わるまで身を潜めていようかね。なんでこのバカ野郎。しぶといやつ。ゴツめの兵を惜しまず出せ。数で圧倒し、ひさひでを仕留めるのだ。いやいや、数だけならなんとかなるんですけども、こっちは今城取り返しに行ってますからね。私は市議参上へ下がらせてもらいましょう。総理条件変更。いやいや、でも来るやつはみんな倒してから行くよ。一人じゃ行かないからね。私こそが天下無双の者の不成。いやいや、本当にね、もういっそなら全員巻き込んでやるよ。殿の道を阻む者はそれがしがうがつ。あ、そう、来いよ。もう、もういいや。よっしゃった。ちなみにね、松風号も手に入れたんで乗ってます。ちょっとお前ら後でいい。みんなをここまで引き込めたな。あとは妃での首を見上げに織田に下るのみ。いた、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 いた。何が私を裏切っていましたか。汚らわしき国を制裁しなくては。物は消えるが世の定め。かなう相手ではなかったか。見にくい。いいや、とりあえず先に回った方から。ちょっと痛い、見えない、見えない。災いはうがつのみ。痛い、もう。もはやここまで。これは見事なお手並み。危ない、本当に危ない。ええ、よいしょ。もうピンチよ、ピンチ。常々弱いのよ。でお前裏切ろうとしたのね。いた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 。なんでそんな競り、俺競り負けんの、ずっと。この雑魚野郎。物の始末は終わりましたね。城の周りの織田勢も減らせたようです。拠点をいくつか取り戻せたようですし、登録兵を呼び込み敵に当たらせましょう。いやいや、俸禄兵がどうのこうのより、なんと素晴らしき戦果よ。そっちにいるんでしょ。でももうあんたら全部もう巻き添えだからね。巻き込んでいくスタイルだよ、もうこうなったら。終わらせましょう。物は消えるが世の定め。叶う相手ではなかったか。本当にもう、悔しいが、ここまでか。これは見事なお手並み。異物は消えるが世の底。よいしょ。叶う相手ではなかったか。よし、よし、城周りは全部取った。オッケー、よいしょ。で、あとはなんか私の城の近所にいる方々をまあ頑張ってしばき上げていくと。はいはい、ついでにね、ついでにしばき上げていく。
で、だから近接戦すごい不利だわ。痛い。なあ、もうなんかいろんなものに弾かれる。ああ、我が理想へとまた一歩終わらせましょう。銃がいるのか何がいるのかわかんないけど、すんごく弾かれるんですよね。とっても。 C 三城へと至る道は開けたようですね。みな城の援護に回りなさい。よいしょ。たく、なんだこのキャラ、ほんとマジで弱えわ。体力ゲージも少ないし、痛い。悔しいが、ここまでか。なんと素晴らしい。そう思うなら、さっさと引いてほしい。はい。いやー、多いわ敵が。そうなんでしょうね。鬱は消えるがよの定め。耐えきれ、聞かせてもらう。誰をやったのかもう見えてない。これは見事なお手並み。もう OK、よいしょ。で、あと誰か一人いるのね。私に思い残すことがあるとすれば、光秀殿、そなたを籠絡できなかったことです。俺は信長と共に新たな世を切り開く。あ、そう、そうですよね。勝利条件変更。ここへ行こうと逃れる術なの。逃れるなんて一言も言ってないのよ。最後は私の好きなようにさせてもらいます。エンディングは変わらないのね。結局こうなりましたか。安心せえ平雲や、お前を置いてはいかぬ。さあ共に参ろう。やっぱ一個なんか出ないんだよな。これ何だったんだろう。ちょっと時間かかりすぎた。それはそうでしょうね。階級が低いのよ。いや、本当に。と、ストック経験値でレベル上げたらよかったなとは思ったんですけどね。まあ仕方ない。はい、ということでね、まあまあなんとか、間違えた、なんとかね、久長編の方がね、クリアできましたんで、次回は神月城の戦いですね。あの毛利編はあの武器とんのにやってますですけどね、まあまあこっちの方もねやっていきたいなと。とりあえずね、もう5章がね、あと、4ストーリー
で6章多分ねここがね映せないんだと思うんですけども、ちょっとどうするか考えておきますよというところでね、ちょっとゼニがいつこの復帰できるのかが分かんないんですけども、まあまあゼニがいたらねゼニと取りますし、ゼニがいなかったらまた私一人となっておりますんでよろしくお願いいたします。ということでね、今回の動画少しでも面白いと思ったら高評価チャンネル登録よろしくお願いいたします。あとですね、私の方がやっております、地球防衛軍、地球防衛軍も最近全然できてないんですけど、地球防衛軍でファイナルファンタジー7リバースで、ゼニの方がねやっておりますアンチャーテッド逆転裁判、こちらの方もぜひぜひよろしくお願いいたします。ってことでね、今回はこの辺で終わりたいと思います。ありがとうございました。